J2 大発説水曜のゲームを振り返っていきたいと思います山形 VS 千葉0対0うーんまあちょっとねスコアは動かなかったゲームなんですけれどもメンバー見ていくと山形の方はまあビニシウス・アラウジュやらミナミやらこの辺がまあスターメンで出場しておりましたね、うん、まあターンオーバーということもありますでしょう まあ千葉の方はまあこういった面々で、まあ、やっぱり注目の桜川さん、まあ、前半からもうね、途中投入されるっていう形でしたけれども、やっぱりこの選手、しっかりと収まっていてね、うんそのカウンターなんかの起点にもなっていました。 はい、まあ千葉の方が決定機作っていたシーンありましたね70分あたりですかね結構猛攻を仕掛けてたりしたんですけれどもまあそこら辺山形のくし引きをはじめディフェンダー陣がしっかりと守りまあ0-0お互いにとってこの結果はいいのか悪いのかどうなんでしょうかうーんまあ失点しなかったっていうことで見ればもちろんねお互いいいんですけれどもこの両チーム攻撃力がやっぱ欠けているなーというのはまあ他のチームと比べても まあ一目瞭然なのかな。<laughs> わかんない。実体的な数字を見てないからわかんないけどで。やっぱり得点少ないなっていうのは感じます。うん。って言った中で、やっぱり課題が出てしまったのかなという。決めきれない。うん、ただお互い守備力は硬いんで、まあ0-0。すごい妥当なゲームだったのかなというところです。うん。なんか、そんな感じです。<laughs> はい。 はい。で、ミトバーサスコーフね。はい。ま,あ、まず、太田か。あー、あのゴールね、カットインから素晴らしいゴールでしたね。うん。まあ、ゴールキーパー、にエーカーも取れずというところで。えー、先制する、えー、コーフ。そして続けて、あ、違う。アレフ・ピットブルか。その後に。はい。アレフのヘッドですね。あの、ミトの方はスタメン松崎でしたね。この選手は、今年結構注目、ね、スピードスターって感じで注目されてますけれども。 はい、早速、ここでもね、結果を残し、うん。まあ、アレフのゴールをアシストします。うん、で、で、直後に松田か、なんか裏にスルスルっと抜け出した感じだったよね。うん、スレパスから抜け出して、まあ、さすが、ストライカーなのかな <laughs> ストライカーではないのかなまあ、わかんないけど、決定力さすがといったところで、松田さん,、うん。まあ、これで甲府が21でリード、うん、で、結構長い時間このまま、ね、 続けていきまして、まあ、水戸の方はね、どっかボニーフェイス、まあ、なんか、オフサイドになったシーン、あれ、まあ、後ろの選手、関与したのかどうかってところで、ちょっと怪しかったんですけど、あれ、どうなんですかね、えー、まあ、わかんないけど、まあ、だけど、それで水戸はね、あのー、幸福陣内に対して結構ね、仕掛けるわけです。 で、それが実った90プラス1分、山口のゴールね。あのゴールの形は美しかったですね。甲府のね、裏を取って。あれもそっか、確か松崎が絡んでたんかな。うーん、2ゴールに絡む大活躍ということで、ね、折り返して、山口。美しい崩しで、まあ、同点ゴール2対2、ミト対甲府。まあ、いいゲームだったんじゃないかなと思います。 うんそうですね。幸福、好調だったし、そこを止めれてみてもよかったのかなと。うん。といったところで、こんぐらいでしといて。えー、群馬、栃木あ、北関東ダービー、久しぶり。5年ぶりとか言ってたかな、確か。はい。まあ結構序盤からね。 栃木も群馬もやり合って攻防を見せてたんじゃないかなと。で、24分、この大崎のゴール、これはまあ、どんなキーパーでも止めれねえコースに飛んでたなと。大崎が決めるときって結構難しいゴールが多い印象がありますね。うん、大崎淳也、まあ決勝ゴールになるわけですけれども、まあその後ね、エツクデロ、えー、退場したりとか、まあ、栃木ちょっとね、厳しい展開にはなってしまいまして、まあ群馬の方で言うと、 新公平、青木なんかもね、入れたりして、いや攻めてましたね。しかし、やっぱ栃木は1点取るとかなり硬い。うん。かなり硬いですね、1点取ると。守、まあ、りきれる力がありますね。うん。まあ、攻撃のバリエーションもやっぱ、まあ、瀬川が出てったりするシーンもあったりとか。そうだな、うん。やっぱ去年より栃木はすごい成長を感じるなと。 去年からの成長っていう、まあ去年終盤は栃木は良かったけど、うん、その2019年、1年丸々見て、そこからすごい成長率が高いのはこの栃木なのかなー、なんて思ったりもしてます。群馬の方は、お前帰ってきたけど、まだ結果残せないかー。そうだなー。ゴーム出し勝したかったよな、ダービー出し。まあそれは仕方ない。 仕方ないじゃ済ませられないか <laughs>。で、ヴェルディ VS 新潟。はい。まあ、このゲームは、まあ、ヴェルディーがボール持つ時間帯と、新潟がボール持つ時間帯と、まあ、それぞれあって、まあ、これもまた見どころもあって、面白いゲーム。まあ、メンバー見て分かる通り、お互いにシオンがいて、注目ですね、お互いの若手、シオン対決。うん。あと、新潟の方で、田中島がね、先発で出ておりまして、まあ、なかなかいい活躍だったかなと。 講師において顔を出してたんじゃないかなと思いました。えー、で、えー、まあ、そうだな。まあ、鼻と、やっぱヴェルディの鼻と、うん、鼻と、この選手はやっぱり相手のそのポケットって言うんですかね、そのエリアの端の部分、あの辺りにこう、スルスルと走り込んでボールをもらうのがうまいんで、そこからヴェルディは決定機作ることができていたかなと。あと、まあ、新潟の方で言うとロメロ・フランクね、フィニッシ,ュに絡むシーンから無心があったり、 まあ後半の方はね、まあ、ファビオ・シルビーニョをこういった外国人選手入れて攻めるシーンありました。まあ、その外国人の攻撃をマテウスが止めるっていう。マテウスは本当、再三ゴール、に迫ったシーンもしっかりと弾いて、セーブでね、そこに乗ってるなと思って。で、まあ、何分だっけ ?79 分。帰ってきた高橋翔平。いやー、翔平のゴール。まあ、俺はこれ現地にいてね、まあ、ベルディ好きなんですけども。 ちょっと声が出ちゃいましたね。翔平のゴールにはさすがに。ああでも言っちゃいましたね。うん。しっけしっけ。で、まあね。いやー、こんな展開だったら勝たせてくれよって思うんだけど、さすがに言いまあちょっとマティスが飛び、飛び出しすぎたってのもあるんだけど、えー、荒のね、ロングスロー。うん。ロングスローから、まあこぼれ球を渡辺荒たやっぱ、決めるべき人がね、この、しっかりとしたポジションにいて、しっかりと決めるんですね。 落ち着いて流し込みまあ11でドローというゲームでヴェルディはかれこれ新潟に1回も負けてないんですね公式戦ね結局この試合もねまあ、勝てなかったけど負けてないっていうこれはまた面白いですねサッカーのジンクス的な何かで松本町田2-0町田おめでとう勝利えー、町田だんだんポポビッチサッカーが本当に形になってきたというかまあポポビッチはやっぱ人を使うのがうまいのかな どっちかというと自分の戦術に選手たちを当てはめるタイプかなっていう印象だったんだけど、なんか今回の町田ではちょっと違うのかなーなんて俺は思ってますね。うーんと、あ、ゴールシーン。37分。いやー、また吉尾から小田っていう、まあ、コーナーだったけど今回、直接ね。直接コーナーからね、決めたけど。いやー、美しい形でした。まあ、松本の方もね、 あの鈴木とかがね、おしいシ作ったりしてたんですけれどもね。あ,あ、そっか、その前に PK やったんだ。まあ、あの判定は、ちょっと俺は、なんか、あそこで倒れちゃダメだろうって思うけどね、フォワードに対して。まあ、結果的に PK もらったからよかったんだけど。で、まあ、それは秋元が止めるんですけどね。うん。そうそうそう、松本が最初の方に PK ね、取ってね。うーん、まあ、あそこで決めたら、また試合展開も違っただろうな。で、まあ30、30. うそうそうこの得点の時、実況がね、なんか先生、松本って言いかけてね、先生、マッチだって言ってましたね。<laughs> そこちょっと見といてください。先生、マッチだって言ってましたね。うんまっ。で、一回止まってました。で、まあ、最後の方にステファン。はい、ステファン初ゴール、おめでとう、J リーグ初ゴール。まあ、あれ、相手のパスミスからね。 ラッキーボールだったんですけども、それにしてもやっぱりループでしっかりとゴールキーパーの頭上を越えて決める、そのシュート技術がある選手だなってことが分かりました。町田はその外国人がね、点取り出して、えー、こっから怖いチームになっていくのかなって思いますね。ステファンもマソリッチも。こっから乗り出したらちょっとねー、他のチームからしたらめんどくさい。<laughs> この高え差の、この辺り満点感増してきて、吉尾平と、ニャンドと、 いやー、で、後ろはベテランが固める。これかなり面白い、本当に。といったところです。まあ、松本はちょっとね、セルジーニョがいなかったりして攻撃の迫力がまあなかったかなと思いますね。これはまあメンバー落としたから仕方ないかな、というところで。えー、で、金沢大宮。やっぱ大宮に1点取られたらもうおしまいなんだよな、オナがな。オナがさすがのキック精度持っております。うん、いいキック持ってます。まあ、金沢は、ね、 新潟が結構、しっかりと守り固める中でも、まあ、ルカオ、加藤なんかね、ゴールに迫るシーンはありました。下川のクロスもやはり武器になるかなと。途中からあ、違う、下川スタメンだよな。うん。っていうところで。ね、ほんと加藤の、加藤だったのかな。あれゴール、ほんとライン上あたりでクリアされるようなシーンあったでしょ。あれとかも惜しかったですけどね。まあ、大宮、粘り勝ち。マクシメンコスタメンでしたね。こうやった代わりのメンバーね。 そのスタメンん,うーんディフェンダー陣が変わってもしっかりとゼロでシャットアウトできる。ここら辺やっぱり高木監督チーム作るの上手いなと。ね連戦の中でも大宮やっぱやっていけるなっていうところです。いやー、1-0で大宮今年よく勝ってる印象なんだけどな。そんなことないのかな。で、岡山、京都、1-1と。あー、このゲームはね、まあ、そうね、京都がメンバー若干落としてたのか。 うん、まあ若干落としてるよね。ピーター・ウタカを先発じゃないってことは、それを落としてるよね。えー、まあこのシーね。ポープ・ウィリアム大活躍でしたね。うん。すごい、スーパーセーブしたシーンあったよね。後半の最初の方に。あれはやばかったね。もうあのーシーンを見るともう今日は、今日と点入らないかなーって思ったけど。うん。<laughs> しっかり追いついたね。まあ19分のイ・オンジェンのゴール。あれもまたポープのね、縦パスから始まってますから。 はい、キーパーからね、組み立てて、岡山、縦に入る素晴らしいゴールだったかなと思います。んで、うーん、あれ、コーナーか。石律から、石律感動でしたね。はい、まあ、1、1。京都の方がシュートめっちゃ打ってんだ。うん1、1でした。えー、で、えー、山口、長崎、長崎強い。 長崎が、なかなか負けねえね。また開始早々に徳永が取るんだよな。いや、徳永に点取る印象ないけど、ヘディングでね、打点の高い、ニアでスラッシュで、スラッスというか当てて、決めまして、うまく走り込みました。まあ、その後も山口攻めるシーンが多くて、まあ、高井がね、チャンス作るシーンたくさんありましたね。ただしかし、確か、イーウリが退場したんだっけ ?2 枚目のイエローかなんかで。ねえ、そっからちょっとね、 えー、まあ、ボール持ってもちろん攻め上がるしもあったんですけど、やっぱ、いまいち迫力かけたりしましたけど。<laughs> ただし、ね、その後にゴール取るんですよね。えー、河野河野じゃなくて河野 ?16 歳だっけ ?2003 年生まれだって。いやすごいね。はい。これを、あれだね、河野とね、いい連携で崩していきましたね、長崎を。うん。で、落ち着きがある。 高校生とは思えねえ落ち着き、素晴らしかったですね。まあ、ただしかし現実は甘くないですよと、長崎がね、こぼれ球から、ねえ、ヨネダコメダじゃないよね、ヨネダだよね。<laughs> うん、いヨネダのね、あの、縦への仕掛け、結構意外性があるかなと、クロス上げるかなって思ったところをね、縦に素早い仕掛けで、あの、ゴールへのイメージがしっかりとできてたな,ーなーと思います。相手の立ち位置も見てね、うん、スペースと。いい判断でした。 ちょっと意外性があって。で、まあ、終盤ね、山口もフィニのシュート、惜しいのがね、2本ぐらい立て続けにあって、まあ、1人少ないながら、本当によく戦ったなという印象なんですけれども、長崎はまあ、そこは強さを見せました。しっかりと、ね、1点3ものにして、勝っております。で、福岡愛媛、1、1。先生は愛媛か。はいはいはい。ああ長沼がドリブで駆け上がってね、川村に渡してね。 あも結構美しいミドルシュートでしたね。うん。まあ、再三、セランテスが止めてるシーンとかあったんですけれども、まあ、あそこのシーンにおいては愛媛、いいコースに蹴ったんで、さすがのセランテスも届かないというところ。まあ、福岡の方は、こう、ユーザーが攻めるシーンもありましたね。チャンスシーンによく顔出してたかなと思います。あと、愛媛で言うと、あれか、池田がスタメンでしたね。うん。まあ、セットプレーに顔出したりもしてましたね。 で、まあ、福岡は終盤、まあ、パワープレイみたいな形になるわけですね。三国ケネディ・エブス、ディフェンダーを、ま、ね、トップの方に置いたりして。で、まあ、形としたらコーナーだったっけね。ケネディ・エブス、ケネブがね。もう、もうヘディング上手すぎ。<laughs> あんなヘディングされちゃうそりゃ無理ですわ。うん。まあ、今後、ああいう使われ方をしていくのかわからんけども、まあ、福岡としては勝ち点をしっかり取ったっていうのがね、ま、昇格争いで大事ですから、やっぱ。 はい、ねまあ、えー、愛媛としてはやっぱり勝ち切りたかったですけどね福岡のマンパワーにやられたなという印象ですで北九州徳島いやー徳島に北九勝っちゃったらこれはもう本物ですわ <laughs> 本,物本物本物本物、えー、前半も立ち上がり早々でしたねリサのねいやそのサイドバックに入ってるね福森もなかなかいいんですよね これ本当に北九州ね、面白いんですよ。やっぱ航空分もコンバートされて。福森もだって、本来は右サイドバックでしょで、左に入ってさ、で、ちょっと切り返して、その右足で、アーリークロスみたいな形でさ、ナディサルを合わせて、みたいなんで。はい。ディサロは今シーズン3点かなこの選手もまた楽しみですね。えー、フォワードに若い有望株が複数います。マーチノンもそうです。で、 えー、まあ45分か。このゴールもマーチのディサロあたりで絡んで最後、椿ですね。椿ばき J リーグ初ゴールかな多分そうだよな。2000年生まれも若いのなんの。若い。通算。あね、ゴールないもんね。J リーグ初ゴールおめでとう。いや、美しい形からのゴールでしたね。で北九州があの前半でリードして。まあ、徳島も攻めるシーンはあったんですけれども。 逆転できそうにではなかったかなと思います。まあ、っていうのも、長いがやっぱね、ゴールキーパー長い当たっててなんかあんま入る気しないんですよね。北九州から点、そうなんです。まあ、あと徳島の方は、あ、でも、そっか、後半からか北とか入れてんだな。うん。まあ、どんまい。こういう時もあるさ。北九州はマジで本物の強さを見せてるかなと思います。 で、琉球、岩田2対2ということで、あー、琉球としてはまたもなんか勝てず悔しいゲームでしたね。岩田としてはちょっとやべえんじゃねえのって思いますね、俺はね。あら、岩田、今年上がれねえなもしかしてちょっと思ってます。いやー、こっから挽回してほしいんだけどね。ちょっともう結構やばい状況ですね。これ1位と2位しか上がれないから、こっからマジで、どっかでほんと5、6連勝挟まないと、これは厳しいところですね。 まあ先生ね、琉球池田、今シーズンの新生ですね、本当に。なんか、スーパースターになるかもしれない池田。はい。もう落ち着いてゴール流しておりましたね。うん。で、まあ、前半終了間際にはね、ディフェンダー、鈴木のね、あの、クロスバーに新しいところもありましたね、惜しかった。はい。で、まあ、ただしかし、岩田54分、中のね、まあ、この試合ね、本当、再三カルバハルが岩田のシュート止めてたんですけれども、まあ、ここの速いクロスからのね、えー あ中野のタッチ。あれはさすがに止めれないなというところで、1・1。ね、しかしまたリ琉球が突き放すんですよね。あのー、眠、ね、っ、ま、たのボールか。いやーあれ、ナイスボールだったね。まあ、あれはもうクロスの時点で勝ったって感じでしたね。そりゃあそこに飛び込まれたら、まあ、岩田のディフェンスが止めるのが難しかった。いいボール。で、まあ合わせて2・1で、ね、いい時間帯に点取って、勝利目前ってとこですから、さすが岩田、まあ、ルキアンがね。 あれもまたシュートセンスありましたね。うん。さすが。さすが。さすがさすが。はい。まあ、そうだな。岩田の方で言うと、まあ、あれですね。あの、針ヶ谷。なんかは、あ、でも、あー、下がっちゃってんだ、すぐに。まあでも、だんだん試合に絡めてきて、ね、この選手の成長も楽しみだな、といったところなんです。うん。 そうだな,岩だな頑張って <laughs> いやあ、ここら辺勝ちきんないとね、ちょっと厳しいところがありますね、J1 行くにはで。順位表がこちらですね。あれ、全部振り返ったよな全部振り返ったよね。うん。OK、OK。まあ、1位長崎変わらず、まだ無敗ですね。結構差が開いてきちゃうな、これな。 で、大宮が18ポイントでここに付けてると。で、その下、福岡。ね、もう3位と1位で勝ち点差が 8? いやー、結構開いたよ、これ。長崎はかなりリードしてます。そのあ、徳島、北九州が、北九州がここにいる。これ面白い。で、まあ、新潟。でも、あちで上がってきたね、連勝で。で、5オフ、京都、10ビロ。あれ、制限ちょっと下がっちゃったけど。うん。 あ、山が気づいたらこんなところにいる。あららららららら。山形もね、調子悪いね。引き分け連続ですごいついてる。まあ負けてないって捉え方もできるか。まあ群馬調子悪いね。なかなか勝てないね。うん。ああ、でもちょっとこの辺また入れ替わりがね、北九州が調子上げたり、町田が調子上げたりってところで、ちょっと入れ替えがあったりして、わからんところになってきました。 いやー、そろそろ長崎を止めるチームが出てきてほしいな、俺としては。<laughs> ちょっとね、長崎をね、自由にさせたぐらいね、もう、もうちょっと,と J2 の沼に引きずり込みたいところだな。で、得点ランキングが、まウ、あ、タがまだ1位変わらず5点で。あー、新潟のね、ファビオは、渡辺がここについていて、まぶたはリキアン。リキアンもね、得点重ねてますね。ただ、もっと出場時間上げればもっと点取るのかな。どうなんでしょうか。そこら辺は。 まあ、チームのやり方とかあるだろうからわかんないけど。で、山口まあ、こんな感じですね。はい。まあ、割と決めるべき選手が上に来てるかなというところで、今シーズンの注目選手たちがまた、得点重ねてますね。今節も。うん。うん。そうだね。アレフ・ピットブル。この選手、ちょっと楽しみですね。10得点いくかなって言ったところ。 あとまあ桜川ソロモンとかもな。はい、といったところでございます。またすぐジェイズやってくるんで楽しみですね。はい。